本日のヒーローは見事な引き締めの島本投手、そして勝負を決めた大根田選手です。放送席、放送席、そしてタイガースの皆さん、ヒーローインタビューです。今日はファンデーションの被害者お二人、まずは延長10回ホールキープ4勝目を挙げました島本投手、そして7飛行機5塁安打大山選手の2人です。まずは島本さん、延長10回ランナー2人を置いてマウンドに上がりました。どんな思いで勝ったんですか？もう絶対抑えてやろうと思ってマウンド上がりました。その強い気持ちの中で2番が満塁になって2ボールになりました。その後坂本選手がマウンドに来ましたけれども、どんな話があったんですか？いやもう信用してますって信用してますって言いました。これを聞いてどう思いました？2ボールになってしまったんですけど、もうとにかくストライクゾーンに大きい投げようと思って投げました。6球目を投げた後、すごい躍動しました。強い気持ちが伝わってきましたが、いかがでした？もう自分は投げっぷりしかないと思ってるので、もうとにかくそれを出そうと思って投げました。6球目で5球目アウトになりました。その時はどんな思いでした？最高に気持ちよかったです、はい。島本投手を含めてブルペン陣が非常に踏ん張っていますが、ブルペンの雰囲気、チームの雰囲気どうですか？めちゃくちゃいいです、はい。島本投手自身も好投が続いていますが、改めてこの要因というのはどこに感じていらっしゃいますか？まあ、点取られる時もありますけど、まあ、切り替えてやってます。今日はハーフデーということで、女性ファンの方もたくさん訪れていますけれども、スポット推し活動トラックの皆さんへメッセージいただけませんか？もっともっと抑えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。そして延長10回サヨナラタイムリーを打ちました大山選手です。大山さん、サヨナラを決めてチームメイトから水をかけられて大歓声です。今の気持ちどうですか？めちゃくちゃ気持ちいいです。2アウト満塁で打席が回ってきました。どんな心持ちで向かったんですか、打席には？それまで、ピッチャー陣が必死に抑えてくれましたし、前のバッターが必死になって抑えてくれたので、ここはしっかり決めるべきだと思って打席に入りました。2号3号の4球目、あのバッティング、手応えいかがでしたか？ヒットだなと思ったので、あったなと、そこで一安心しました。これで3連勝、優勝までに25に減りました。このあたりどうでしょう？まずは一つ一つなので、まずは目の前の1試合をチーム一丸となって、戦っていきたいと思ってます。それでは選手間の最後にトラックの皆さんへ、ぜひ明日以降へ向けてのメッセージお願いします。いつも熱い応援ありがとうございます。明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。